皆様こんにちは。こんにちは。エムズダンスアカデミーの日野ゆきと天野ゆりかです。はい。今日はパソドブレについて、説明していきたいと思います。行ってみましょう。まず、パソドブレの立ち方からちょっと説明させていただきます。横から見たときにちょっと骨盤を見てくださいね。ルンバの立ち方とパソドブレの立ち方、ちょっと違いを一旦見てください。ルンバ。パソ。ルンバ。パソ。はい。このように骨盤の位置が、パソドブレの場合は結構前傾していきます。前に出ます。で、この辺は難しいんですけど、お腹がこうやって出るわけじゃなくて、とか、反るわけじゃなくて、骨盤です。これ。これが、こういう風に、わかりますかね？こういう風になります。これがもう本当、パソドブレの立ち方になってきます。で、ちょっとじゃあそれを使って歩いてみます。で、パソドブレのちょっと一つ説明なんですけど、ルンバウォークの場合って、つま先から吸っていって、こうやってつくじゃないですか。つま先から吸っていって、つきます。パソドブレの場合は、つま先から吸っていく、ここは一緒なんですけど、最後ヒールからつきます。ヒールから。ごめんなさい。ヒールからつきます。ちょっとやってみますね。パソドウォーク、パソドウォーク、ちょっとやってみます。パソドブレの立ち方をします。つま先から出ていって、ヒールから出る。つま先から出ていって、ヒールから出る。ルンバの立ち方にちょっと戻してみます。よいしょ。ルンバウォーク。パソウォーク。違いわかりますかね？ちょっとわかりづらかったかもしれないんですけど、この状態をキープして歩くと、パソドブレになっていくっていう感じです。何かありますか？ありません。はい。では最後に、パソドブレでよく使う、スパニッシュラインというものを、これもルンババージョン。ルンババージョンっていうのはないんですけど、ルンバに見える立ち方と、パソドブレに見える立ち方、ちょっと見せます。スパニッシュライン。こういうものです。今僕は左足軸で、右足軸ですね。こういう状態で、ルンバの立ち方は、こうです。じゃあ、パソドブレの立ち方。逆を見てみましょうか。ルンバ。ルンバ。パソドブレ。はい、最後前に見せます。はい、組みます。前から見たらわからないと思うんで、パソドブレいきます。パソドブレ。はい。皆様、パソドブレ、しっかり練習して頑張ってください。頑張ってください。はい、さよなら。